ゾットや。いやもう多分ね前回、ゾット悔しかったと思うし、まあ多分すごい強い気持ちで来るけどね、俺ら練習でも勝ってるし、まあ3連勝して、大会は2連覇してやっていきたいと思います。よし。第3回いただき杯決勝戦の相手はゾット早稲田フットサルクラブだ。せーの。第1回王者ゾット早稲田と第2回王者の FC 中井が争う頂点、プライドをかけた戦いが始まろうとしていた。いきます。ワイガー中井バーン。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂。第22話総力戦。ゾットには一応2連勝中なのかなってとこで、まあ、相手も多分もう死に物狂いで来ると思うし、まあ、決勝ってのもあるんで関東予選で当たる相手だと思うんで、そこを越えていかないといけないんで、やっぱり勝たないといけない相手だと思ってます、はい、今回ですか。乾杯っすね。前回何もできなかったんで、今日はこの大会俺だったなってを最後決勝で見せれたらいいと思ってます。そうですね、もう大会もそうですし、2連敗ここで練習試合と前回の頂き杯とっていうところでしてるんで、まあ、本当にこのゾットとしてチームとしてプライドにかけて、ここは負けられない戦いになるんで、本当にどんな状況になっても勝つっていうところを念頭に置きながら戦い切りたいと思います。ここまで圧倒的な攻撃力で勝ち進んできたゾット早稲田が狙うは王座奪還。チーム一丸となり FC 中井の心臓である中井や伊藤を封じ、連敗のリベンジに挑む。ここで勝負するというよりは、いかにこうグループとしてというか、ピッチ上では4人、キーパー含めて5人ないし、ピッチとベンチもさらに一体になりながら、ベンチの仕事ってピッチに対してできるものって盛り上げる声掛けだけじゃなくて、ディフェンスの時にセグンド守るのがベンチだったりもするわけだし、そういったところで、まあ、とにかくチーム一つになって戦う、ここでドリブルでどんどん抜いてとか、そういうんじゃなく、相手の個の良さを消しながら自分たちはチームとして攻撃も守りも何ができるかっていうところ、セットプレーももちろんそうですけど、硬い試合をするんじゃなくてバチバチに当たっていきたいなと思うし、前回大口叩いて負けてるんで、まあ、純粋に本当にチャレンジャーというか、本当にリスペクトの気持ちを 100% 持ちつつですけど、チャレンジャーとして戦って勝ちたいなと思います。最後ちょっとなんで第2回いただき杯、それは練習試合も含めて、ね、負け越してると思います。それに対して多分本当に、ね、工夫してきてると思うし、気持ちも強くくると思うから、もう練習試合とは違うし、この前の頂き杯とはまた違ったゾットを見せてくると思うので、どんな工夫してきても俺らは絶対勝つというところを見せつけていきましょう。絶対勝つぞ。行こう。FC 中井はすでに満身創痍だった。準決勝では中井がフル出場、伊藤もほとんどの時間をピッチ上で戦った。一月のブランク明けの千葉は大きく消耗。ブルノはこれまでの戦いで右足の親指と
膝を負傷していた。準決勝からのこの短い時間で回復できるはずもなく、ここまでチームを牽引してきた選手たちのプレーには不安が残る。まあ、あの試合がなんだ連戦っていうのもあるけど、まあ、重いのは確かだけど、まあ、相手も一緒だし、まあ、でも相手はセットが、ね、多いからちょっとその分疲労は少ないと思うけど、こっちは逆に、ね、こういう逆境の方が強かったりするんで、2年前から清野さんとはゾットとは、ね、ずっと付き合わせてもらってて、マレーシアも一緒に行ったけど、ね、ここで一つの、ね、区切りというかつけてね、まあ、やっぱシュート上手い選手が多いし、一発ある選手が多いんで、まあ、そこだけ、しっかりチームで守ってい、くと、そこができれば、ね、失点というのは減らすことができるし、逆に裏をついていく、まあ、俺だって渡るだったり、あとはゴール前をどんどんこう嫌なところついていくってことができると自然と空いてくると思うんで、そこを狙っていきます。いい、OK、楽しんでいこう。いいよ、いいよ、あっちゃおかっちゃお、あらぶっていきましょう。あらぶ、あらぶらい、せーの、ザーよ、しかーい、思い切ってこぜー、思い切ってこぜー、いきます、はい、選手権の予選に向け、連覇で勢いをつけたい FC 中井。勝負の行方やいかに。試合開始、両チームプライドをかけた戦いが始まる。 FC 中井のキックイン、中井一気に前線へ。これは弾き返されるも、渡るから千葉、ボールは再び中井へ。しかしこれを奪われてしまう。ゾット早稲田のカウンター、幸島がドリブルで駆け上がる。 FC 中井ファールで止める。ゾット早稲田、この位置でフリーキックのチャンス。キッカーは19番幸島、7番高瀬につながる。ここは岩崎が防いだ。直後のコーナーキック、幸島から高瀬、伊藤、身を挺してブロック、弾き返す。 FC 中井の攻撃、中井から千葉、これを収めてもう一度中井、逆サイドの伊藤、ドリブルで仕掛けていく。2人抜き去り、キーパー柳川のファインセーブに阻まれる。伊藤、持ち前のドリブルで積極的に仕掛けていく。ゾット早稲田のゴールクリアランス、柳川前線へ投げ込む。11番藤井に対し中井激しいディフェンス。2番安岡から16番神田、抜け出した本郷、岩崎ナイスセーブ。ゾット早稲田、連携からチャンスを作り出す。キーパー柳川、再び一気に前線へ。ここを連携で仕掛ける。伊藤、激しいディフェンスで石塚のプレーを阻む。やりまくれ、やりまくれ、ぶっ潰せ、ぶっ潰せ、そこ。岩崎、走り込んだ渡るへ。しかしこれはカットされてしまう。ゾット早稲田のカウンター、高瀬が仕掛ける。岩崎、これを顔面でセーブ。強烈なシュートに鼻から出血。止血のため岩崎が一度ピッチを出る。血が止まるまではピッチには戻れない。急遽ここで岩崎に代わり佐藤がピッチへ。
集中して守りきりたい。 FC 中井、佐藤から中井、サイドの千葉、戻して中井、逆サイドの渡る、パスを回して自分たちのリズムを作りたい FC 中井。しかしここを狙われていた。渡るが囲まれる。ゾッと早稲田ボールを奪う。高瀬のパスは千葉がカット。しかし再び詰める。高瀬ボールをキープして、このシュートは佐藤が弾き出す。 FC 中井、簡単に点を許すわけにはいかない。ここで渡るに代わり山崎がピッチへ。得点に絡むプレーがしたいと言っていた山崎、見せられるか。ボールは山崎へ。逆サイドの中井、山崎が寄っていき、中井ワンツーで抜け出す。パスでチャンスを演出。千葉がドリブルで駆け上がる。中井へ。しかしここを奪われてしまう。ゾッと早稲田カウンター。11番藤井、佐藤ナイスセーブ。強烈なシュートを弾き返す。 FC 中井の攻撃、山崎から伊藤、伊藤が個人技で見せる。一人かわしてもう一人。このシュートは柳川のファインセーブに阻まれる。高い集中力で互いの攻撃を弾き返す両チーム。 FC 中井の攻勢は続く。伊藤から中井、中井もドリブルで仕掛ける。サイドを突破、キーパー柳川、千葉へのラストパスをカット。 FC 中井ビッグチャンスが続く。ここで千葉に代わりブルノ、山崎に代わり渡るがピッチへ。ゾッと早稲田の攻撃、15番木田がここで受けてキープ。キーパーへ戻す。中井が追っていく。クリアしたボールはブルノ、前線へ。中井これは合わせられず、ゴールが遠い FC 中井。ゾッと早稲田のキックイン、雪島から森、ブルノがカットし渡る。中井が抜け出す。しかしこれは合わず、ゾッと早稲田のカウンター。中井全力で戻りカット。先制点を与えるわけにはいかない。直後のコーナーキック、雪島から高瀬、ここをブルノがカット。 FC 中井カウンター。渡るからブルノ、個人技でキープ。渡るへ、もう一度ブルノ、二人組で崩していく。折り返して、しかしこれは合わず、代わって入った二人が積極的に攻めていく。ゾッと早稲田のゴールクリアランス、高瀬から雪島、縦に当てる88番森、折り返しは渡るがカット。ブルノ、逆サイドの中井へ。中井がカットインして、これはゾッと早稲田のファール。 FC 中井、ここでタイムアウトを取る。俺真ん中渡る、はい、スルーちょ。 OK。ボールを取った後、スピード感がありすぎて、熱量感がありすぎて、次もう一回失うのだけ気をつけよう。失点するとしたらそれだった。それかセットプレーだった。ブルーアウチね。ブルーアウト。ブルーの。あ、オッケー。あ、オッケー。そう、行こう。行こう。オッケー。ブラックする。オッケー。もう一回、もう一回。ね、ブラックする。ちょっとブロック。ブラックとスルー。そう。スルー、スルー。電車、電車ボール。FC 中井のフリーキック。タイムアウトで仕込んだセットプレーで先制点を奪えるか。まさ気をつけろ、まさ気をつけろ、まさ行っちゃうよ。言ったな、シュートしかないよ、シュートしかないよ、これ本当にやるぞ、シュートしかないよ、本当に。しかしこれはカットされ、ゾッと早稲田カウンター。本郷から一瀬、再びこれを伊藤がクリア。FC 中井の攻撃、千葉収めて中井へ。中井がドリブルで仕掛ける。しかしこれも奪われてしまう。千葉が寄せるもゾッと早稲田がキープ。
本郷が抜け出す。シュート、佐藤ナイスセーブ、ピンチをしのいだ。今の残りやすい、ケンスケ直後のコーナーキック、16番神田から藤井、ナイスブロック。伊藤吠える、藤井の強烈なシュートを防ぐ。ゾット早稲田のコーナーキックは続く。神田から本郷、もう一度神田、これを渡るが奪う。しかし奪い返されてしまう。これは FC 中井のファール。ここでゾット早稲田がタイムアウトを取る。楽しいぞ、楽しいぞ。今の形だとあいつ一発であるからね。ちょっとシュートあるからね。ボケない、それだけじゃない。マークだけボケない。でもエッシンいるからシュートあるから。ナイスチャンスあるよ。これ勝負どこだ。エッシンが引くか。真ん中の選手、受けて落とすのがゴー。一番外側でブロックからのコンティニューシュートするのがヒロト。で、セグンドが当て。おい、行こう。おい、おめでとう。タイムアウト明け、ゾット早稲田のフリーキック。キッカーは強烈なシュートを持つ藤井。ゴール前落として、雪島のシュートは佐藤がファインセーブ。 FC 中井のチャンス、キックイン。伊藤から中井、渡るが合わせる。これは枠の外、決めきれない FC 中井。 FC 中井の攻勢は続く。中井じわじわと持ち上がり、伊藤ワンツーで抜け出す。しかしここを奪われてしまう。雪島がドリブルで駆け上がる。中へ、神田キープし、ここは千葉が防いだ。ダイレダイレ。ゾット早稲田キーパー柳川から前線の藤井、キープして逆サイドへ。7番高瀬仕掛けるか。ボールは神田、ワンツーを仕掛ける。ここは千葉がカット、ふわりと浮かせて中井へ。しかしゾット早稲田に囲まれ奪われてしまう。ゾット早稲田カウンター、神田から雪島へ、中井が滑り込む。おっと、佐藤大丈夫か。中井との交錯で佐藤が立ち上がれない。佐藤ゲームに戻ることができない。抱えられてピッチの外へ。佐藤に代わり岩崎が再びピッチへ戻る。マラブラズーカ、マラブラズーカ、ノブラ、ノブラ。ゾット柳川一気に前線へ、渡る弾き返す。ここは中井がキープ。ブルノドリブルで仕掛ける。両チームカウンターの応酬。残り45秒、 FC 中井の攻撃。伊藤ゆっくりとボールを運ぶ。ドリブルで仕掛ける。これはポスト、渡るのシュートは枠の外。残り時間33秒、ここでスコアは動くのか。これは直接岩崎がキャッチ。伊藤から中井、中井が蹴り込む。しかしこれはカット、ゾット早稲田の攻撃。これは中井がカット、一度キーパーへ。柳川再び前線へ、折り返して、これは渡るがカット、ブルノが繋いで、中井収められず再び前線へ。石塚、岩崎これをナイスキャッチ。ここで前半終了。両チーム果敢に攻めるも互いに高い集中力を保ち守り切った。スコアは動かず0対0。デスクかけてさ、3枚でさ、結構あのトラチョでボールコールとか取りってるからさ、俺が一番のことだから、ちょっとみんな頑張ってるけど、後半も
そう、切り替えね。戻る戻る。そうそうそう。頑張ろう。ナイスナイスナイス。補給しよう補給。1点入ったら変わるぞ。1点ね。当分あるよ当分。コントラタッキー気をつけてね。カーボン。めっちゃ入るから。2つ取って。ダメダメ。まあ、全体的にポジティブな要素が多いゲームであることは間違いない。しっかり球際戦えてるし、まあ、ちょっとした判断だったり危ないシーンはあるけど、まあ、しっかり戻れたり球勢が止めたりというところで失点もしてないし、まあ、ただこのままいくとどっちに転ぶか分からないゲーム、まあ、うちも決して悪くはないけど中井もチャンスを作っているゲームになっちゃうから。ハートよハート、ハートよ。あの気持ちよ、いい気持ちよ。コラソン、コラソン。気持ちよくやっちゃおう。ポジティブなもうちょっと。ポジティブコラソン。コラソン。気持ちよ、本当は。新しいこと言わないけど、守備の時に全体感をしっかり出す。何かしらの話は絶対してる。うちのディフェンスがちょっと違うことに対してね。いいことあるあとなんかハートで戦うだけじゃん。ねえ。トサルってハートやろ。そうよ、コラソン。コラソンや。ポジティブなハート。いや、これやろ、ちゃんと2人で守ってる。あ、いいよ、2枚で。いや、ミスマッチちょっと狙っていこう。例えば、鉄とか、遅い選手に対して、あとはタケちゃんとか、俺がさ、普通に縦取りして抜けたやつあるじゃん。あれもミスマッチじゃん。で、抜けてない時っていうのは若干ミスマッチじゃない時に行ってるから、あれだけど、そういうところもしたたかに行って、相手もシンプルだから、こっちもシンプルになって、それだけ考えれば、もっといけると思うんで。ちょっとね、見ながら相手を、でも考えすぎなくていいけど、そこだけちょっと見て声かけたときは、あ、ミスマッチだなっていう。ちょっともっとシュート打って。行こう行こう、溺れてます。あるよ。行こう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 、また行こうぜ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 。トムギ出る準備ある？はい、します。オッケー。シュートとパス、ドリブルの選択のタイミングをもう一回冷静になる。そして最終的には強めのボタンを押しに行く。強めのボタンを押せば、こうから主の切り替えがやらなくて済むケースがかなり多い。それが弱めのボタンだとカットされて、こうから主のトランジションを行わなきゃいけない状況になっちゃう。強さの中に冷静さを持っている。自分たちから自分たちで苦しい状況を追い込むのは不自然。でも現実面白いゲームなので、全力でみんなで楽しみます。よし、行こう。誰や誰や。誰も打っていきましょう。今俺らもチャンスあるし、相手もチャンスあるけど、まあ、俺らの方が多いじゃん。ここを取ったら一つ流れ変わるから、そこを雰囲気悪くせずポジティブに行きましょう。ハートだ、ハート。行こうぜ。コラソン、行きます。コラソン、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 一応、行きます。高いバーン。バーン。後半開始。先に試合を動かすのはどちらのチームか。後半開始早々、中井と柳川が交錯、強い思いがぶつかり合う。 FC 中井の攻撃、中井、球際を制してここを突破。キックフェイントからシュート、中井倒れる。しかしゾッと早稲田、素早いリスタート。これは伊藤がカット、ドリブルで仕掛けていく。ここは7番高瀬が弾き返す。先ほどのプレーで中井が左足を負傷、代わりにブルノがピッチへ。岩崎、前線のブルノへ。このバックパスをカットされゾット早稲田のカウンター。強烈なシュートは枠の外。FC 中井のキックイン、伊藤から走り込んだ渡るへ。渡る倒れるもキープしブルノへ。しかしこれを奪われてしまう。ゾット早稲田のカウンター。ディフェンスで相手のユニフォームを引っ張ったため
ブルノにイエローカードが出る。ここでブルノに代わり中井がピッチへ。FC 中井のキックイン。中井から伊藤、キープして中井へ。キーパー柳川ファインセーブ。中井すぐさまリスタート。山崎強烈なボレーシュート。 FC 中井怒涛の攻撃。中井一気に前線へ。これは弾き返されるも千葉、ゾットが奪う。千葉奪い返す。ボールは渡るへ。シュートは防がれ、ゾット早稲田のカウンター。幸島が走り込む。幸島のシュートは岩崎がナイスセーブ。ピンチをしのいだ。ゾット早稲田の攻勢は続く。木田から御嶽、サイドの幸島ドリブルで仕掛ける。岩崎ファインセーブ。 FC 中井の攻撃、渡るから山崎ドリブルで仕掛ける。しかしこれは守りきられる。 FC 中井のキックイン。中井から渡る。ここを狙われていた。中井が倒れ込む。88番森との交錯で右足を痛め伊藤と交代する。満身創痍の中井、再びピッチに戻ることはできるか。ゾット早稲田の攻撃。柳川から前線の高瀬、キープして14番一瀬。岩崎ビッグセーブ。絶対絶命のピンチを守りきる。ゾット早稲田のキックイン。神田から本郷、逆サイドの一瀬、本郷が抜け出す。しかしこれは伊藤がカット。 FC 中井の攻撃、ブルノへシュート。FC 中井コーナーキックを得る。キッカーは伊藤。ブルノが走り込む。これが決まった。 FC 中井先制。待望の先制点にブルノ魂の雄たけび。ついにスコアを動かした。FC 中井のキックイン。伊藤から前線のブルノへ。一度は収めるもゾット早稲田すぐさま寄せて奪う。本郷から12番石塚へ。石塚強い。ブルノナイスディフェンス。前線から戻りピンチを救った。ゾット早稲田の攻撃。これは千葉がカット。ブルノから千葉、千葉が仕掛ける。もう一度ブルノへ。これはゾット早稲田のファール。 FC 中井いい位置でのフリーキックを得る。キッカーは山崎。シュート。これは枠を外れてしまう。ゾット早稲田のゴールクリアランス。一気に前線へ。これが石塚に収まる。しかしブルノ伊藤で囲い込みクリア。 FC 中井気合のディフェンス。後半残り6分半、ゾット早稲田の攻撃。幸島がワンツーで抜け出す。伊藤が飛び出してカット。しかし高瀬が奪い返す。ゾット早稲田チャンス。 FC 中井守り切った。伊藤ピッチに座り込み立ち上がることができない。両足の痙攣で交代を余儀なくされる。ここまで粘り強いディフェンスでゾット早稲田の攻撃を防いできた伊藤がピッチを離れる。代わりに中井がピッチへ。 FC 中井何としても守りきりたい。ゾット早稲田のキックイン。神田から幸島落として一瀬。中井ブロック。決死のディフェンス。
直後のコーナーキック。神田から高瀬、岩崎ナイスセーブ。千葉が前線へ走り込む。ゾットがクリア。しかし山崎、千葉とつなぎ山崎、柳川ファインセーブ。 FC 中井カウンターの目を潰す。 FC 中井キックイン、山崎。シュートは柳川が弾き出す。ゾット早稲田のキックイン。行島から高瀬、中井激しいディフェンス。しかし高瀬強い。反転して、これは中井のファール。ゾット早稲田の攻撃。柳川から高瀬、戻して本郷、前線の行島、振り向いて、これは枠の外。FC 中井ピンチをしのいだ。ゾット早稲田の攻勢は続く。前線の藤井に収まる。中井、体格差をものともしない激しいディフェンス。 FC 中井コーナーキックのチャンス。中井から激しいボールの奪い合い。ブルノから渡る。ゴールに吸い込まれていく。ゴールラインギリギリで柳川がかき出した。ゾット早稲田意地のディフェンス。直後のコーナーキック、中井からブルノ、これは枠を外れる。ここでゾット早稲田がタイムアウトを取る。パブリ大丈夫、ゆっくり。オッケー。1本ぐらい大丈夫、オッケー。一発目まず集中してもらう。一発目のセブンドを絶対集中してもらう。パープレイってセンターがあんまり多分相手になる。俺らがやってくるって頭の上。パープレイな、ゾットな。オッケーオッケー。でもタイミングない、ある。パープレイ来る、パープレイ来る。ディフェンスになった時にどれだけスイッチ入れられる。それが絶対大事だよ。攻撃だけじゃない、ディフェンスの時間あるよ。まだ3分ある。全然時間あるよ。行こう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 行きます。渡る、ディフェンス、プリース。オッケー、頑張って。あい、気持ちいいよ。気持ち気持ち、魂魂。ゾット早稲田はキーパーの柳川を下げ、藤井を投入。フィールドプレイヤー5人で戦うパワープレーに出る。残り時間は3分24秒。FC 中井守りきれるか。 FC 中井陣内でパスを回してチャンスをうかがうゾット早稲田。4番岡部から一瀬、ゴール前に蹴り込む。これを押し込まれてしまった。ゾット早稲田、11番藤井、起死回生の同点だ。 FC 中井振り出しに戻されてしまった。残り時間は2分11秒。ゾット早稲田の攻撃、これが高瀬に収まる。中へ運び、シュート、渡る、ナイスディフェンス。直後のキックイン、行島から高瀬、ここを渡るが狙っていた。しかし高瀬が奪い返し、行島、一瀬、再び行島、これはポスト。高瀬が詰めるも枠の外。伊藤、立ち上がれない。疲労は限界に。ここで伊藤に代わり野寺がピッチへ。岩崎から前線の野寺、しかしこれは本郷に奪われる。ゾットカウンター、中井激しく寄せる。 FC 中井すぐさまリスタート。中井が走り込む、ダイレクトボレー。一瞬の隙を狙う FC 中井。直後のコーナーキック、千葉、しかしこれは枠の外。 FC 中井の攻勢は続く。渡る、ドリブルで駆け上がり野寺、折り返して千葉が押し込む。しかしこれはクロスバー。野寺から中井、
これは枠を外れる。千葉左足の痙攣で立ち上がれない。ゾッと早稲田19番雪島も右足が痙攣。両チーム疲労の限界を通り越す戦い。残り時間は1分16秒。このまま延長戦に突入するのか、それとも試合を決するゴールを奪う者が現れるのか。負傷の千葉に代わり山崎がピッチへ。ゾッと早稲田のキックイン、逆サイドの本郷へ。本郷から前線の高瀬、サイドの神田。 FC 中井激しいプレスをかける。野寺がボールを奪い渡る。キープして野寺、一度ボールを戻して中井。中井がドリブルで仕掛ける。ゾッと早稲田ここでボールを奪う。カウンター、本郷へ。シュートは岩崎が弾き返し山崎がクリア。残り時間は25秒。ゾッと早稲田のキックイン、山崎がカット、逆サイドの野寺へシュート、柳川キャッチ。一気に前線へ、山崎クリア。渡がボールをキープし野寺へ。これは中井には合わず、ゾッと早稲田のカウンター。逆サイドへ、これは野寺がカット。ここで後半終了。スコアは1対1。試合は V ゴール方式の延長戦にもつれ込んだ。そういう日もあるから。行こうよ。行こう。それを決めるように練習頑張るよ。強めのボタンで、強めのボタンでミスって全然 OK。それはそれで。だけど一瞬の冷静さを持った中で 99% で打つぐらいの先で100で打たない。絶対勝とうぜ。めちゃくちゃ面白い。絶対勝とう。また勝とう。やべえ。やべえ。メモやで。よっしゃ。すぐ決めよう。すぐ決めよう。ありや。パワーと、パワーと。得意じゃん。決めたら楽しく帰るぞ。行くぞ。行きます。中井。はい、全然気持ち気持ち気持ち貸し切ろう。燃やしていけ。せーの、ゾーン。3分ハーフ、 V ゴール方式の延長戦前半がキックオフ。勝利の女神はどちらに微笑むか。シュートは山崎がブロック、渡るが大きくクリアした。ゾット早稲田のゴールクリアランス、前線の高瀬、高瀬キープし一瀬。中井の粘り強いディフェンス、気合で守りきる。FC 中井のキックイン、前線へ。これは届かず、しかし野寺がナイスディフェンスで送らせる。19番雪島から一瀬、本郷とつなぎ高瀬、キープしながら押し込んでくる。山崎体を投げ出してディフェンス。直後のコーナーキック、本郷から雪島、岩崎弾く、野寺がクリア。ピンチをしのいだ。 FC 中井のキックイン、
山崎一気に前線へ。これが野寺に収まる。反転して、これは枠の外。FC 中井、岩崎から前線の野寺。しかしこれは弾き返され、ゾッとカウンター。高瀬が持ち上がり、ゴール前。これは枠の外。ゾッと早稲田のキックイン。神田から本郷、シュート。岩崎ファインセーブ。残り時間は29秒。ゾッと早稲田のキックイン。神田から高瀬、高瀬が仕掛ける。ボールをキープし、ここを中井が奪った。 FC 中井カウンター。しかしゾットがカット。ボールは山崎、股抜きでかわし、逆サイドの渡る。ゴール。渡るのゴールに喜びを爆発させ、ベンチから駆け寄る選手たち。ここで試合終了。ギリギリの戦いを制したのは FC 中井。山崎のドリブル突破から渡るの V ゴールで第3回頂き杯の王座を勝ち取った。始まる前は、まあ、自分が3試合で5点取ろうという目標はあったんですけど、やっぱり試合を進めていく中でその目標ができないってなった時に、まあ、得点だけに固執せずに、まあ、もう自分のできることを全てやろうということで、まあ、ディフェンスに切り替えたんですけど、やっぱりどっかで、いや絶対最後自分が決めるっていうのはあって、まあ、そこは
まあ、心に持って試合に挑んだんで、本当に最後決めれてよかったなと思います。よかった、ほっとしてる。もう焦ってたから1日目も何もできなかったから、もうなんかまた準決決勝ポイントだけかなとか出れないかなとか思ってたけど、もう1日目から疲れるだろうなっていうのは絶対分かってたし、絶対自分のところで出番はあるなって準備してたんで、その中で結果出せてめっちゃ良かったですね。あと渡るくんが決めてくれたんで良かったです。やっぱ何だかの決めますね渡るくん。本当にラストチャンス、ここで出せなかったらもう選手権もないなと思ってたし、だから、まだ出れるか分かんないけど、まあ、間違いなく今日でプラスになったかなと思います。緊張しましたよ、めちゃくちゃ。なんかね、均衡してたし、多分俺出てからピンチも割とあったと思うし、なんか相手の気持ちもすごかったから、まだ受けちゃいけないなと思って、戦うっていうかね、自分も守る側だけど、なんか攻めに行こうっていうか、気持ちで負けないようにっていうのはイメージしてやったんで、よかったな。あとね、雄大さんがあんだけ頑張って顔で止めた後に、簡単に失点するわけにもいかないし、まあ、ずっとね、このなんか、吉中始まって、しっかり2人で守っていこうっていうふうに言ってるから、なんか俺、死ぬぐらいなプレッシャーも、雄大さんがあといるしみたいな、そういうなんか安心感も、まあ、2人で戦えて、本当に良かったかなと思います。現状、雄大さんと結構差があるなっていうふうに感じてて。CJ とかもちょっと今チャンス少なくなってきちゃったんですけど、まあしっかり練習からアピールして自分のことにフォーカスしてちょっとやっていきたいかなって出るために。両足つった、あの全部で5箇所つった。第2回叩き杯も結構5試合とかやったけど、昨日からやっぱ中井さんもそうで、やっぱ疲労溜まってたのかもしれない。その中でね、あの大会通して亮太と吹雪がちょっと出場時間短かったけど、そこで2人とも活躍、最後ね、吹雪も頑張ってたし、亮太もアシスト、もうチームの底上げを証明してくれたかなと思って、もしかしたらここで結果出せなかったら、その中井さんの信頼も勝ち取れなかったかもしれないし、みんなが疲れてる中で2人がすごい走ってくれて、頑張ってくれて、チーム勝たせてくれて、もうマジで嬉しいけど、なかなかうまくいかない時期とかもあったけどさ、それでこうやって活躍してくれてね、マジ嬉しい。でも自分が最後つっちゃって力になれなかったから、それなんか心のどっかでね悔しい面あるけど、チームとして結果出たからそこはめっちゃ嬉しい。 98% ぐらいめっちゃ嬉しい。 2% ちょっと悔しいけど最後出れなくて、声を枯れたね。もうハートだけピッチに残された。この大会最後まで中井の調子は上がらなかった。ただ結果としてそれが中井頼みのチームからの脱却の足がかりとなった。そうだね、自分自身のプレーが、ね、あまり良くなくて、決勝戦は、ね、結果ね、自分が出てない時に点を取ってくれたし、逆に自分が、ね、出てる時に失点をしてしまって、ただチームが、まあ、結果を出してくれたっていうのはすごい良かったと思うから、監督っていう立場から選手を信頼しないといけないなと思ったし、お互いが歩み寄ってもっとやっていかないとなっていうのは感じたんで、俺ももう信じたいけど、優勝するために俺の経験の中で選択していくしかないから、でもねこうやって今回経験できたっていうのは信頼関係につながっていくから、最後俺渡る吹雪亮太のセットでああやって V ゴール取れたっていうのは、選手権絶対厳しい試合初戦で来るかもしれない、2回戦で来るかもしれない、どこに来たとしても俺らはこの、ね、頂き杯でこの経験を自信にしてプレーができると思うから、すごく良かったかなと思うね。中井以外の選手の活躍が多く見られた第3回頂き杯、戦力融合への糸口をつかんだ FC 中井は全日本フットサル選手権東京都大会予選へ向けさらに加速していく。
ついに全日本フットサル選手権東京都大会予選のスケジュールが発表された。いただき会から早ひと月、 F のいただきへ向けた挑戦が始まる。寂しさとか